本当に夜中の2時とかに行くと、誰もいないのが、なで橋っていう吊り橋でして、で、橋の真ん中のところで、下見ながら、俺、あそこに行きたいんだよね。<ー>あそこ行きたいんだよねって言うんだって。どうも、新岡めゆきでございまーす。今回もですね、素敵なゲストの方が来てくださっております。どうぞ。え談、ー、作家の上沼三平太です。よろしくお願いします。お願いします。それでは本日も開会ライフを、お楽しみ あれ<わ> <laughs> はい。それではですね、今回は上沼先生におすすめのパワースポットとやばい心霊スポットの紹介をしていただきたいと思います。どちらが前後しても構いません。どちらからの紹介でも OK なので紹介していただければと思いますのでよろしくお願いします。わ、はい、かりました。ただ僕はパワースポットっ っていうのがあんまりこう馴染みがないんですね、うん、実は。まあパワースポットって言った時に多分自分がパワーをもらえる場所みたいな形で、はいえー、おそらく皆さん、えー、考えてらっしゃって、で、うん、えと何か自分が例えばネガティブな時にそこに行ってエネルギーをもらうみたいな形のイメージなんだと思うんですよ。うんまあ、確かにそういう、えー、と場所って っていうのはないわけじゃないんですけど、多分自分が気晴らしができる場所とかっていうような感じになってしまっていて、うんうん、いわゆる巷でいうスピリチュアルな形のパワースポットっていうのは僕にはあんまりないんですが、うんうん、ないんですね。ただ、階段サッカーをやっておりまして、特に2月の短調とかは割と重い階段を連続して書いたりすることがあるんです。そうしますと、し の最中に肩ががが重重い、頭が重い、うまいこといかない、頭うまこととかか、な運悪そういうようなことを気にし始めるような時期っていうのがあるんですね。<ー>大体11月ぐらいから書き始めるんですけど、はいはい、11月、12月で大体1月の10日ぐらいまで、うん、まあ年末ですよね。うん、それにまあかかりきりになってしまったりするんですけれども、2>, うん、2回ぐらいかな、そういうことがまあ起きるんです、大体。特に重い話、メインとなるような重い話を書いてるんです。 出てる時とかに、そういうことが起きたりするんですけど。じゃあ、その時に、僕がどうするかっていうと、心霊スポットに行くんですね。逆に、うん。逆に。<laughs> 逆に,心霊スポットに。パワースポットに。行かないで、心霊スポットに行くと、はい。心霊スポットに行くんですよ。はい。はい、心霊スポットに行って、しばらくそこら辺をフラフラしてるとですね。うん、妙に楽になったりするんですね。うん、<laughs> これがね。もう夜中に一人で行ったりするんですけど。えー。一人で。はい はい、一人で。それ全く先生なって怖さはがない。ああ、まあ、うあの、心霊スポットって言っても、うん、僕が行く心霊スポットって、うん、基本的には橋とか、トンネルとか、うん、公園とかの、夜であれ一人で別に立ち入ることができるし、別に犯罪でもなんでもない場所なんですね。うん 普通に。はいはい。だから、あの。人が出入りするような場所だから。そう。だから夜でも、普通に新聞配達の人とかがバイク乗ってたりとか、うん。<laughs> そういうこととかもあるような。まあ当然、あの、街灯とかもあるようなところに、うん、まあ行くのがメインなので、うんうん、まあそんなに怖いというのはないんですね。うん,うん。ただまあそこではお化けが出るよっていうような噂とかがあったりする。うんうん、そういう場所をまあメインに行くんですけど。うん,うん。 で、よく行くのが、まあ、うちが、てか僕が暮らしてるのが神奈川県の相模原という場所でして、相模原のですね、僕が住んでいるのが中央区という場所なんですけど、まあ市役所の近くのような場所なんですけど、はいうん、実はこの相模原とすぐ隣の八王子町だって、やたらと心霊スポットがある場所なんですよ。うん 一日で30箇所ぐらい回れる。うぅ、30箇所ぐらいの場所なんですね。<laughs> はい、で、まあ近いと、それこそ。 まあ、車で10分かかんないぐらいで行けたりするところとかもあって、うん、まあ、あの、前好きでよく行ってたのはね、首吊り鉄塔って言われるようなところがあって、はい、昔はね、あの、ちょっと、鬱蒼とした森の中にある鉄塔だったりして、まあ、雰囲気良かったんですけど、最近ね、ちょっと、そこの近くが開発されちゃったりしてですね、めちゃめちゃ明るくなっちゃったんですよ。あの、精神病院の駐車場のすぐ脇でして、昔はね、ちょっと雰囲気暗かったんですけど、今明るいんですよね、うん。うん だからちょっとそこはね、行かなくなっちゃったんですが、うんうん、少し車を走らせて、虹の大橋なんていうね、あ、うん、ったりします。虹の大橋って知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、大変こう自殺の多い場所なんですね。うんうん、宮ヶ瀬湖っていう、宮ヶ瀬ダムっていうのがありまして、うんうん、まあこの宮ヶ瀬の湖の方にまあ気分転換で行ったりすると、うんうん、その虹の大橋っていうのがあるんですね。うんうん、まあ自殺者が大変多い。 ということで知られてる場所です。うんうん、あそこも、あの、近くに来るまとめてね、なんか、うろうろうろってして帰ってくると、なんとなく気分が、えー、まあ、なんていうんですかね、<laughs> まあ、紛れ、気が紛れてというか、<laughs> また帰ってきて作品を書くと。で、あとは、宮和<今>スポットの紹介とは思えない心霊スポットが今度出てくる。<laughs> <laughs> あとはね、宮ヶ瀬は、えっ、ー、と、はい、すごい事故が多い T 字路があるんですよ。はいはい。で、そこは、なんか話によると、事故を起こす人は、そこに直線の道があるように見えた人て。お怖っ突っ込んで、で、 まあ、大破するとか。まあ、結構今でも、本当に起きてる、事故が起きてる場所があったりするんですけど、うん、まあ、そこら辺も、まあ、見たりして、今日は事故ってるかな、みたいな。あの、見たりもするんですけどね。まあ、そういうふうに、まあ、宮ヶ瀬のあたりとかまで運んだりはします。いろんなところ行くんですけど、うん、私有地に入らないっていうのが、ポリシーと言いますかね。うん、なになっていて。はい、かえだから、行くのが、橋って、 トンネルと、まあ、あとは、夜でもオープンして、オープンになっている神社と公園くらいですね。うんうん、まあそんな感じで、まあ特に橋が僕は好きで、えー、行くこと多いですねで。あとは友人はね、あのトンネルが好きで、 トンネルも一緒に連れてけ、みたいなことを言って、まあ大体友達と行ったりするときには、トンネルと橋を巡るみたいなことが多いんですけど、うんうん、で、だから、まあ、皆さんが知ってるのだと、全場トンネル、旧全場トンネルとか、うん、え山上トンネルとかね、おなじみで僕もよく行ったりします。うん、ただ僕が好きな橋の中のトップは、撫で橋っていう、名前の名に、うん、え手ですね、ハンドの手の撫で橋っていう、うんうんうん 橋があるんですよ。うん、で、これね、あのー、相模川の、まあ、上流じゃないんですけど、つくい湖っていうダム湖があるんですね。津久井つく、つくい湖って、えーうん、先ほどの宮ヶ瀬よりもさらに上流なんですけど、うん、相模湖の次がつくい湖で、つくい湖の次が宮ヶ瀬かな、うんえー、そんな感じの、あのー、確か流れだったというふうな記憶があるんですけど、うんうん もしかしたら間違ってるかも <laughs>。ごめんなさい。そうしたらね、えー、で、そのつくい湖には、三つの井戸の、三井橋っていうのもあるんですね。あ、はい、はいはいはい。でそこも、えー、飛び込む人が多い。え、要するに、湖面に飛び込む人が多い。うん、三井大橋っていうね。うん、でそこもね、あの、割と好きなんですけど、そこは車道がすごく整備されてて、うん、歩道もしっかりと柵とかもあったりして、うん、かなりね、こう、まあ、 大規模な橋なんですよ。しっかりした橋なんですね。うんうん、火の玉が出るんだとか、なんかこう、うん、飛び降りる人のなんか幻覚みたいのが見えるんだみたいな話とかもあったりして、うん、まあそっちも行くんですけど、もっともっとひなびた雰囲気のですね、うん、<laughs> 本当に夜中の2時とかに行くと誰もいないのが、なで橋っていう吊り橋でして、やっぱり飛び降り自殺がめちゃめちゃ多い場所なんですね。夜中の2時に、 え先生はその気分転換みたいな感じで、そこ。はいはいはい、そうです、そうです、そうです。ちょっと、見る人がみたいな勘違いされそうですよね。飛び降りるんじゃないかとはいはい、はい。まあ、そうかもしれませんけど。うん、まあ、でも僕はあの気分転換に遊びに行くというか、<ー>そこを何度か往復するみたいなところなんですね。うん、確か、本当にあった呪いのビデオみたいなのにも確か出てたかな。うん うん、まあそんなような場所ですね。結構ね、歩ってると柵が低いんですよ。はい。はいはい、あ、これすぐ乗り越えられるな、ぐらいの場所でして。で、前にね、歩ってた時に、どん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 霧が立ち込めてきて。うん、うん。で、うわなんか本当に目の前、本当に5メートルぐらいも見えないような霧になってしまって。 これは本当にちょっと気持ち悪い雰囲気だなと思って、うん、まあ、向こう側、対岸まで行って、うん、で、対岸に自販機あるんで、そこでジュース一本飲んで、じゃあ帰るかって言って、また戻ってきたら、もうさーっとまたね、霧が晴れたりなんていうこととかもあったりして、<ー>あ、なんか雰囲気あったなぁなんて思いながら帰ってきたこととかもありますね。うん。まあ、そこは僕は好きで、あの、よく行きます。 行くと、スッキリすると。スッキリする。まあ、気分転換にはなりますよね。前ね、あのね、はい、友達、友達たちと、えー、ここよく行くんだよ、みたいな感じで、うん、まあ、この、えー、なで橋の方に行ったことがあるんですけど、うん、この時に、実在の、現実にいた人なんで、あれなんですけど、はいはい、2>, 2時ぐらいですね。1時から2時の間だったと思うんですけど、はい、なんか、一人男性が歩いてきたんですよ。 で、若い男性が。はい。若い男性が歩いてきて、なんだろうなと思って。うん、で、まあ、ウォーキングとかね、す地元の人がされてんのかなと思ったんだけど、うんうん、そんな時間に歩くってことあんまりないから、はい。はい、だからえ、あれって何何、ね、同業者じゃないのみたいな。<laughs> 同業者も何もないんだけど、うんえっと、お化け好きの人なんじゃないのみたいな感じで、まあ、見てたんですねその。こっち3人ぐらいだったかな。うん、で、えっ、ー、と、向こう1人がずっと歩いてきてて、うん、一行の1人が、 えっと、お化けですかって聞いたんですよ。うん、<laughs> あの、要するにお化けのことを心霊スポットだから、心霊スポットを目当てで来たんですかっていう意味で、うん、お化けですかって聞いたんですそしたら、そうなんですってその人言って、うんで、聞いたらですね、相模湖の向こうからずっと歩ってきたって言うんですよ。うん、ほう。いや、相当距離あるんですよ。はいはい。で、え、そんなことってあるって思うぐらいの距離なんですね。うんうん いやちょっと待ってよ、20キロぐらいあるよね、みたいな。え <laughs>、うん、それを、徒歩でずっと来たんで、え、これからどうされるんですかって言ったら、いや、これから、あの、宮ヶ瀬までまた歩いて、ずっと山越えて、あ<え>、次の方まで出ますとかなんとか言ってて、はい。え、一晩でですかって言ったら、ああ、一晩でですって言うんですよ。はいえ。え、それって、え、今、 1>, 1時半とかだよね。ちょっと宮ヶ瀬まで行くのに、こっから、六6、7キロあるよね。もう明け方になっちゃうんじゃないのみたいな。うん、でも、なんかその人は淡々と、あここはでも、何度もそうやって通って歩、歩いて通ってきてるけど、一回もまだお化けに会ったことありませんね、なんてこと言ってて、<え>いや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 、なんか。<laughs> すごいガチの人っているんだなぁなんていうのを、まあ前、あの、体験したことがあって、体験っていうのも変な話ですけど、そんな人と出会ったこともあって、いや、なんか、ガチのお化け好きの人ってすごいなぁと思って、感心しましたね。<laughs> ちょっとその人が怖いですね。うん、そうそうそう。その人はやっぱりね、いや、面白いなぁと思うんだけど、<laughs> いやその時はやっぱり少し不気味だなとは思いましたね。まあでも、そうやってあるって、まあ、 毎週のように通ってるみたいなこと言ってたから、ああ、なるほど、そういう趣味の人なんだなぁとだ。ウォーキングみたいなのも兼ねてやってんだろうけど、いやーすごいなーと思いましたね、うんな。まあなんか、あの、そういうわけで、僕は割と心霊スポットには気分転換に行くっていうタイプで、<laughs> そこでまあ、文章を書いてるとき、まあ階段書いてるときのなんか悪いものを置いて帰ってくるみたいな。<laughs> ああ、そうそうそう。うん、やっぱその重たい話、結構、 重ための話を書いてると、その体にダメージというかちょっと来るんですかああ、それはね、ありますよ、やっぱり時々、ね。あるんですね。うん、<ー>自分がまあ、話に引っ張られちゃうような感じではあるんでしょうけど。うんうん、あれよくなんか、そういった怪談とかの執筆をしてると、うん、不思議な現象が自分の身にも起きたりとかっていう。 話をされる方もいるんですけど、そういうのってあるんですか僕はあんまりないんですね、ですそれは。うん、えっと、まあ、ただね、あの、顔に蜘蛛の巣が引っかかるような感じで、あの、うん、いくらこうやっても、なんか、<ー>当然蜘蛛の巣はないんで、で、なんだろうな、これ、みたいなことはありますけど、それぐらいなので、まあ、なんか、例えばなんか黒い人が横切ったみたいなのとか全然ないんで、うん、うん、あの、僕はそんなに、で、そういうのが、 起きたなとかっていうことがあると、うんうん、じゃあちょっと、えー、心霊スポット行ってくるか。行く。逆 <laughs> 逆。逆 <laughs> でも、でもそれで大丈夫になるという。そう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 、そういうようなことをよくやりますね。<laughs> すごいな。パワースポットの紹介でも今、心霊スポットの紹介をどんどんしていったってすごいす、ね。ええ。まあまあ、だから家のね、近くに結構そういう。はい 近く、まあ、車でちょっと行って、30分ぐらいのと、までのところにそういうのがいっぱいあるので、うん,うん。あの、同僚堂とかね、同、え、僚、ー、堂っていうのは八王子にある、まあ、心霊スポットなんですけど、絹の道っていうところの、まあ、一番奥の方にある、同僚堂跡っていうのがね、あるんです、はい、有名なところなんですけど、うん、まあそこもね、あの、僕はその絹の道っていうのが、あの、舗装されてないんですよ。道はい。が。ガッタガタなんです。はい、でうん。石で。 なので、えっ、ー、と、わざわざね、あの、その裏側にある住宅地の方に回って、あの、うん、そこだとね、階段で登れるんですよ。うん。あの、その金の道通らないでも。うん。で、それであの、同僚堂に直接行って、あ、今日もお地蔵さん首ないね、とか思いながら、<laughs> <laughs> あの、ぐるっと一回りして帰ってくるとか、そういうことをよくやるんですね。あの、割とそういう意味では、インスタントに、えー、簡単に、あの、心霊スポット行って帰ってくるて。あとはね、心霊スポットに、あの、 来る、あの、行くとですね、うん、あの、夏場とか、あの、あと休みの間とかは、うん、あの、若い人が、時々、あの、心霊スポットを、うん、楽しみに来てる人ですよね。僕、そういうふうにね、声かけるんですよ。うーん。こんばんは、ってって。うん。<laughs> あの、何か怖い話ないですかって言って、<laughs> その場で取材をするってす。<laughs> 嫌いやいやですよね。あの、心霊スポットに行って、あの、怖がろうと思ったら、なんか、怖いおじさんが出てきて、あの、階段揺すられるっていう。確かに。ちょっとそこでジャンプしろ、みたいな感じで <laughs>。おじさん、かでかい体のおじさんが来て、なんか階段ねだられたんだけど、みたいな。そうそう。僕こそが階段です、みたいなね。そういう状態になってしまったりしますけど。先生のその人柄とか、ちょっと知らない人だと、ちょっとね、怖いですよ、そうですよね。<の>うん、いきなり、壊れたな。そ,そう、見た目も怖いし。<laughs> ヒゲのおじさんがやって近づいてきて、こんばんはって言って、なんかこういう話ないって言って、聞かれたんだけど、みたいな。こいつがお化けなんじゃないのみたいなね <laughs>。いや、割とそういう感じでですね、うん。あの、本当に心霊スポットで、まあそうやって仲間に入れてもらった、仲間に入れてもらったというか、仲間に入っちゃったっていうかね。ここらじゃあ、あの、なんかある、あったんですかみたいなことを言った時には、当然僕も知ってるんで、こういうことや、こんなことや、こんなことがあったよ、みたいなことを言って、 で、それで、あの、まあ、聞いた話とか、前、本に載せたこととかもありますよ。うん。うん、楽しみ。心霊スポット行って、そう仕入れたお話というね。そうです、そうです。心霊スポットで取材する人って、多分あんまりいないんですけど、<laughs> まあ、僕はやりますね。うん,うん。まあ、向こうもね、その興味があって来てるから、そうそうそうまあ、詳しい人がいればね、あの楽しんでもらえるだろうし。うん、でそんな先生が、 はいはい。SNS ボットで、やばいって思ったところってあるんですか今、すっきりした気持ちいいっていうのはあるけど。やばい、やばい。あ、やばい。ここやだなっていうようなところですかうん。うんと、タイミングに結構寄るんですよね。はい、うん。あの、行ったところで、うん、えっと、そんなになんていうかな、何も感じない日もあれば、あ,あ、ちょっと今日これはあんまり行きたくないな、みたいなところとかもあって、うん う何度も行ってるからなのかもしれないですけど、その違いがわかるのは打越橋っていう横浜の自殺の多い橋なんですね。うん、やっぱり橋なんですね。まあ、あの橋好きでよく行くんでね。うんうん、ま打、あ、越橋はこれもまたあの乗り越えられないように柵がこうやってなってるような。ところで、うんうん、下がね。あの車が通る道になってて。 0 0メートルあるのかなあれ。<ー>うん。多分30メートルかぐらいあるんですね。うん,うん、うん。まあ、その、千ち橋は前に行った時に、うん、僕はそんなにお化けのこと感じない人なんで、あ、うん、あ、普通だなとは思ってたんだけど、同行した人が、すごい、こう、橋の方に寄ってしまう。 お真ん中最初ずっと歩ってるんですよ。車を橋の脇に置いて、ハザードた、うん、焚いておいて、うん、じゃあ向こうまで行って帰ってこようねまあそんなに長い橋じゃないんで、うん、まあ行って帰って、まあ10分もかからないわけですよ。うん、5、6分ぐらいで終わるはずのものが、うん、なんかその動向した人が、ちょっと待ってって言うんですよ。ちょっと待ってって。なんかね、足がなんかまっすぐ歩けないんだよって言うんですよ。 え、どうしたのどうしたのって、なんかめまいかなんかすんのとか言ったら、うん、いやいや、そうじゃなくって、まっすぐ歩こうとしてるんだけど、<ー>だん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 、こう、橋の欄干の方に近づいちゃうんだよ。うん、それやばいじゃんって言ったら、うん、やばいんだよって。で、いや、まあ、壁がちゃんとあるから、うん、柵があるから、落ちることはないけど、これちょっとやだよって言って、うん、あのー、まあ、向こうまで行って戻って、向こうまで、まあ、でも、 行ったんですね。で、ふらふらふら本当に行くんですよ。そっちの方にこうやってずれてって。もう大丈夫なのとかって言いながら、うん、反対側まで行ってもう、でも車まで行かなきゃいけない。大丈夫俺ここで自分だけ行って車取ってきてもいいんだけど、とか言ったら、いやいや、俺、俺も一緒に行くわ、とかって言うから、うん、じゃあちょっと気をつけてね、とかって言いながら、こう歩ってったら、うん、まあ帰りはね、全然大丈夫、とかって言う。 その時、行きの時だけ、すごいなんか磁石に引っ張られるかのように、本当に欄干の方にどん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 近づいちゃってて、すごい気持ち悪かったとかっていうふうに言われて以降、ここは不思議なことがある場所なんだなっていうようには僕は思いましたね。思,思ったし、まあ今でもちょっと、まあ、時々行きますけど、何かあるとまずいなとは思って、 でまあ、おすすめしないというか、友達と一緒に行ったりするときも、ちょっと内越橋は、前になんか、そういうやばいことあったから、ちょっとやめといた方がいいんじゃないかな、みたいなね、うん、感じにしたことがある場所ですね。うちの近辺というか、神奈川県内だと、そんなところかな。うんうん、なんか、お連れの方が、ちょっとおかしくなっていく。

というかな ?DVD もなってますけど、はいうん、そちらの方の釣り橋。うん、これ僕の体験じゃないんですけど、うん、僕の友達がもう少し若かった頃に、うん、やっぱり別の友達と一緒に、二、まあ、人とも心霊マニアなんですね。心霊スポットマニアというか、うん、心霊マニアで稲川先生の DVD とかめちゃめちゃ見てると。うん、で、じゃあ行こうぜって言って行くと。 で、車を置いて、しぼの吊り橋って、あんまり推奨されてないんですね。立ち入り禁止にはなってないんですけど。えっと、一回に渡れるのは5人までにしてくださいとか書いてあるような感じで。<ー>まあ、老朽化じゃないですけど。ああ、なるほど、うん。昔はね、あの、うん、ハイキングとか、あとは、うん、えっと、山に入るための登山道とかの入り口にもなったりしたんで、うん、整備が結構されてたんですけど、うん、まあ今はそんなになってない。 稲川先生のね、ビデオの方にも出てきたところだから、じゃあ行こうよ行こうよって言って、うん、行った時に、橋から離れないんですよ。帰ろうって言っても帰らないんですよ。で、橋の真ん中のところで下見ながら、俺あそこに行きたいんだよね。<ー>あそこ行きたいんだよねって言うんだって。で、これやばいって思って、いはい、え、お前それ落ちるじゃんって言っても、うん、いやいや、落ちないよ大丈夫だよ。で,でも俺はあそこ行きたいんだよね。 って言うんだって。で、そっから動かない、うん、動かない。本当に、うん、ああ、ここってすごい気持ちいいよな。気持ちいいんだよ。で、ここね、やっぱりでも下に行けたらもっと気持ちいいと思うんだよ。だ、友達が<ー>ずっと言う。もろに入られて夜中の2時とかでそういうこと言ってる。もろに入られてますよね、絶対。本当やばいわ、と思うんだけど、うん、帰らなきゃいけないじゃん。どうしたって。はい。はい、どうしたら離れられるかな、と思った時に、うん 彼はね、気がついたんですよ。稲川先生が恐怖の現場で、あそこに幽霊がいるって言ったよね。はい、でも、幽霊が見えたのって、橋のた元からだよね。うん。元のところにテントとか張って、橋の真ん中を映して、そこに女の霊がいるとか言ったわけじゃないここにいても幽霊見えないよね。うん。っていう言い方をしたんだ。うん そうしたら、うん、さっきまで気持ちいいね。ここから動きたくないね。下に行きたいんだよって言ってたやつが、ちょっと、んっていう顔をしたんだって。で、それで、いや、だからさ、橋のたもとから見ようよって言って、手引っ張って、うん、で、橋のたもとまで、うん、で、お前今、あそこに行ったけど、ここから幽霊見えるかって言ったら、今見えないねって言ったって。あー、まあ、ほら、幽霊いなかったよ。帰ろう。 って言って、手引っ張って、車まで乗せて、帰るんだけど、うん、その間中、なんで帰るの戻ろうよ。うん、あの橋すごい気持ちよかったじゃん。あそこから俺下行きたかったんだからさ、また戻ろうよってずっと言うんだず、うん、っとずっと言ってて、とか40分ぐらいか。 うん、かけて、秩父子のところからずっと降りてきて、うん、で、神社があったので、うん、で、そこのところで、なんかまあ、とにかく神社行こうぜ、うん、ちょっとまあ、今、心霊スポット行ってきたから、神様にちょっとお願いして、うん、で、ここでちょっとこれから先事故がないようにね、帰り道に事故がないように、ちょっと祈ら,祈らせてくれよ、って言ったら、うん、まあ、そいつも、ああ、うん、まあ、じゃあそれならいいよ、って,って、うんで、で、無理やり、も、ま、う、あ、本当に神様の前に連れてって、うん で、無事でありますようにってやって。でも、それでもまだね、なんか、いや、やっぱりでも、そう、まだ戻らない今からでもいいよとかって言って、言ってたんだけど、うん、まあでもそっからまたしばらく車走らせて、で、もう本当に地元まで近づいて、うん、コンビニに行って、缶コーヒーを飲ませて、で、まあその頃にはね、ちょっとぐったりした感じで、もう疲れちゃった感じでぐったりして、もうね、ね、眠るそうな感じになってたから、うん あでも、あの、コーヒーとか飲むって言ったら、飲む、飲む、飲むとかって言うから、あ大丈夫かなと思って、コンビニに入って、缶コーヒー飲ませた時に、うん、お前さっき本当にやばかったよねっていうふうに言ったら、え何かやば、やばいこと言ってた全然記憶ないんだって。おー、元に戻った。うん、<ー>というか、途中で、お前吊り橋のところで、下、うん、下見て、湖面見ながら、あそこに行きたいとか、うん、え、さあ言うな、ね、よ、そんなこと言ってないじゃん、みたいな。えー、本当に記憶がないんだって。<laughs> 完全に忘れてる。そうそうそう。現地でそういうのがね、体験しちゃったから、彼は、まあ、そのおかしくなっちゃった友人とは、秩父子の吊り橋にはもう行かないようにしてるんだけど、っていうふうに言ってて、僕は、じゃあ、その話、現地でやろうぜ。 って言って、うんうん、その場で車に出して、あのー、その話をしてくれた人と一緒に、うん、どこら辺でその人おかしくなったの、うん、って言って、まさに現地階段をですね、うん、やるんですね。僕、現地階段一番好きで。すごいわ。<laughs> 心霊スポットとかでおかしくなっちゃったとか、うん、ここでお化け見たとかっていうのを、その体験者にその場に連れてって解説してもらうっていう階段が一番好きで、うん、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ怖いんですけどね、僕は。<laughs> えーまあ それをやるんです。現地階段やるんですね。うん、僕にとっては割と心霊スポットっていうのはそういうことをしたりするのが面白いというかな。好きな訪れ方っていうね。そういう感じですけども。相当強いんでしょうね、先生はもう。なんか。守られてるというか。守られてるかね。俺はそうかもしれないですね,ね。疲れないんでしょうね、もう。うんうん。うん 入り込まれないというか。それは、はい、ないです。うん、何にもないですね、僕はね。うん。なので、あの、心霊スポットで現地階段、もし、あの、同行していただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。ああ、うん。あの、うん、一緒に、一緒に行って、ぜひ解説してください。<laughs> 本当に。あ、でもちょっと、安心かも、先生がいるぞ。<laughs> そうかも。<laughs> うん、そこまで強いと。い現地階段は本当ね、ちょっとほ他にない趣向ですね。うん。体験者自身が、その場で、 こうだった、ああだったってちゃんと解説してくれるんで、<laughs> 相当細かく。ですね。こんなことがあったらしいよじゃなくて、体験された方の話ですからね。そう,そうそうそう、体験者がその場で再現してくれる。<laughs> ここであったんだよっていう話ですから。ここですよ、うん、そうそう。あとはね、その点のやつだと、群馬県の神が流れる川って書く、神奈川と。神奈川、えー。神奈川。これも有名なあれなんですけど、うん 神奈川っていうところに赤い橋があって、はい、で、心霊スポットになっていたんですね。うん、まあ今はね、あの、この川、まあダム湖みたいになってるところに赤い橋があって、うん、そこでまあお化けが出るんだって、まあコンピラ橋っていうやつですね。うん、下北のダムっていうところ。はいはいはい、橋。うん、で、そこにやっぱりあの、まあ心霊スポットだって。 で、まあよく行って、で、今はそれね、心霊スポットであるのを、まあやめさせようという感じで、人が近づくと、と歌が流れるような感じになって、いるんですよ。そんな感じの心霊マニアよけみたいなことが、ねうん、起きているような、そんな場所なんですけど、うんうん、このね、神奈川のあ、まあ、神奈湖にかかる橋、 に、まあ、とある人が学生の頃に心霊スポットだって言うんで、まあ、免許取ったし行こうって言って行ったと。うんうん、で、行った時に、なんか、やっぱり記憶がなくなっちゃって、うんえー、いつの間にかその欄干を乗り越えて、はい、飛び込もうとしてたのを友達にこう、はがいじめされたっていう事件がかつてあったと。でそれを、やっぱり階段階で教えてもらって、じゃあ行きましょうって言って、うん。うん <laughs> じゃあ行きましょうって言って、車出して、で、わざわざ群馬県まで行って、どこか、どこの欄干を乗り越えたんですかみたいな、その場でインタビューするみたいな、あ、ここ、ここ、みたいな感じで、あの、やっぱり、現地会談したりしますね。一番好きなやつですね。現地会談が 現地階段 <laughs> 昔に比べて心霊スポットをね、あの減ったりしていってますけどね。あの、でもやっぱりそうやって心霊スポットじゃ全然ないのにお化け見たっていう時には、じゃあ一緒に行ってどうやって見えたか教えてくださいみたいなのとかもやっぱりしたりするんで、んまあ心霊スポットだけじゃないですけど、まあ心霊スポットのまあ楽しみ方の一つとしてね、んそんな感じのことをまあやって まあ特にコロナの前はよくやってたんですけど、うん、最近やっぱりあんまりね、出歩かなくなっちゃったんで、うん、ちょっと尻が重くなっちゃってますけどね。うん、そういう案件があったら、ぜひ楽しみたいとは思ってます。うん、はい。いうん。やっぱ好きなんですね。まあ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 好きですね。やっぱり変な変な、うん、話は大好きなんで、うん。まあ好きだからね、もちろん。 そういったお話をたくさん書かれているわけですからありがとうございます。いや、はい、すごい話でした。いえいええー。パワースポットから心霊スポットの話まで全部心霊スポットが出てきたという、えー、すごい話。<laughs> <laughs> そうですね。はい。じゃあ、またお口をよろしくお願いします。12月になりますけれども、はいえー、12月の、えー、14日 作家になりますかね、はいえー。大分、ちょっと遠いんですけど、まあ、僕、神奈川在住なんで、ちょっと遠いんですけど、はい、九州に上陸して、うんえー、会談会に参加する予定です。えー、と作家の方が何人もお出になられる、うんえー、会談会ということで、ちょっと僕も楽しみにしています。うん、で、あとは、えっ、ー、と、11月の末に、まあ、本が出ます。ね。うん、えっと、これはまあ、アンソロジーなんですけども、えー、着るもの、洋服であるとか、 帽子であるとか、うんえー、ズボンであるとかね。えー、まあ、和服の話とか結構あると思うんですけど、うん、そういったような感じのアンソロジーにも参加しています。えー、まあ、あとは年末から年始にかけて、多分、日々会という会談本、電子専門ですけど、えーうん、が出るんじゃないかなと思います。これ、再録も多いんですけれども、まあ、書き下ろしもあります。うんえー、最近、えー 階段に触れ始めたっていう人には、もしかしたら興味、えー、持っていただけるような内容かなと思います。あの、すごい怖いというのもあれば、うん、えっと、いろいろちょっと不思議な話みたいなのも混じっている。うん、ちょっとバラエティ豊かな本になる予定ですんでね。うん、あの、ぜひこれは Kindle Unlimited で読めるようになると思いますんで、ぜひ楽しんでいただければ嬉しいです。はい。それぐらいですかね。はい。ありがとうございます。もう、毎日失敗、うん。 ピツしてる感じですかまあ、何らかの形で文章は書いてますね。うん、階段はまあ、あのー、その時々に書くことが多いですけど、うん、まあ、それ以外にも、まあ、いろんな仕事の関係の文章も書いたりとか、いろいろやっていて、うん、まあ、一日に数千文字は書いていて、うん、まあ、書くということに関してはずっとトレーニングをする感じですかね。うん トレーニングというのがすごいですね。ああ、確かにそっか。ねその一流の、なんかプロの方とか、ピアノを弾く方とかも、やっぱ毎日触らないと、どうのこうのって言いますからね。そうですね。文章も、やっぱり、そういうところはあるのかな、うん。あ、ちょっと,と、うん、休んじゃうと、そうですね。再開するときはちょっと重たい、あのそうですね。すねはい、うん。やっぱりそこは、腰を軽くしておきたいなっていうのがある感じですね。うんうん、あとは喋る方も、まあ、僕は、あの、喋るのが、 仕事みたいなところもあるんで、授業とかするんでね。喋るのも、まあ、毎日のようにというかね、してますので、そちらも、あの、イベントとかで喋るのも全然、あの、プレッシャーとかない人間。そういうで。なんか先生の話ってすごく聞きやすいというか、優しい感じで伝えてくれるんで、触りやすいの。はそれはよかったです。授業、そうですね。やってるか、それがあるんですね授業的な、ね、話の持っていき方とかよくしてます。 うん、お話がポンポン出てきて、すごく、はい。いろいろ伝わってくるて。そんな感じで。確かに、確かに、そういうことですね。うん、もう毎日や、うん、あ、だからトレーニングとおっしゃる、ねうん。トレーニング。うん。なりますね、うん。これをちょっと休んじゃうと。あ休んじゃうと、やっぱりちょっとね、感、ね、を取り戻すのに時間がかかったりとかしますのでね。うん。ね、なんか、一日休むとそれで一週間も戻すのに。 などとかも言いますもんね。一日日とか、ねまあ。まあ、ピアノとかだとそういうね、うん、ところはあると思います。まあ、授業とかね、うん、そういうのはまあ、あの、そこまでじゃないにしろ。うん、やっぱりでも、喋り方とか、話をどう持っていくかとか。あとはよくあるのが、うん、話をしてる間に、えーとかあーとかって言葉が入るじゃないですか。うんうん、入りますね。うん、あれが、やはり多くなります。うん。あの、時間を。 開けてしまったり。すると。るとうん。なので、多分ね、うん、僕の喋りはあんまりそれがないんですよ。ああ、なるほど。うん。フィラーって言いますけど、フィラーが少ないことがあると思いますね。うん、聞きやすいのかな、それが。なんか、ええー、とかーって自分では気にしないで言ってるんですけども、うん。客観的にとかそういうの自分で確認して見、見、見たりすると、あ、すごい使ってるな、とかとかあるんですよね。そうですね。やっぱこれ毎日の、うん。やっぱ喋ってると。 全部の授業基本的には動画で撮ってるんで、うん、大学の授業とかね。<ー>なので、後で見返したりすると、ああ、なんかここで言いどんでるなとか、詰まってるなとかって、やっぱりあったりもしますし、少しね、あの、減らそうかなと思って、一時期頑張ったこともあるて、うん、意識して。うん、そうです。うん、まあ、そんな形でね、あの、喋るのと書くのと、をメインに、今後もやっていきたいなと思っています。はい。<laughs> はい わかりました。ありがとうございます。なんか、ほんといろんなお話を今回聞かせていただいて、すごい濃厚な時間でございますそれはよかったです。ありがとうございます。はい、ちょっとまた、はい、なんか、今後ともよろしくお願いいたします。はい、また何かあったら呼んでいただければ。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ、これで3問取り終えましたんで。はい。 また何かありましたらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、上村三平太先生でした。はい。じゃあねー。さようなら。またねー。夢見てねー。 これを、これを見ろ、みたいな <laughs> <何> <laughs> とてもとても、僕そんなことに違えないからこのおじさんいっぱいいろんなおじさ,さん出してるスタンプこの度、プレイグランド TV で竹千代のオカルト捜査室という番組が始まります え番組では視聴者様からのオカルトに関する動画を募集していますえあなたの身の回りの怪奇現象怪異体験、えー、さらには心霊スポットにフォアスポット、えー、どんなえ場所の動画でも構いません、えー、5分から10分の動画にしてご投稿くださいなんと動画の採用者には番組特製のステッカーをプレゼントいたします宛先はこちらまで ギガファイル便で送ってくださいね。皆様からのご応募、お待ちしています。待ってるぜ。待ってます。どしどし応募してね。うん